はい、今回ダンダダの第2話アニメ放送の方が公開となりましたので、その振り返りをやっていこうかなと思います。前回高倉健吾とオカルンがこうターボババアに一物を取られて、モモの超能力が使えるようになって、まさに導入の回としてのテンポ感満載の回だったかなと思います。でその次なんですけれども、今回もね、細かいところ、作画に関してもそうですし、結構原作と違うところだったりとか、こういう描き方は陰を踏んでいるような、そんな描写とかもたくさんあったんで、ここについてピックアップしていこうかなと思います。もうかなり注目となってきているんですけど、ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとか、原作との違いとあればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考日励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まずちょっと冒頭謝罪なんですけれども、前回の動画結構言い間違いがいつも以上に多くて、非常にね、ファンの方だったりとかいろんな方にご迷惑をかけたので、大変申し訳ありませんでした。私としてもね、ダンダダンというのはこのチャンネルを始めた最初の動画で実は取り扱ってるんで、それだけ思い出のある作品となっていて、今回第2話も気を引き締めてやっていこうかなと思います。では早速本題に入っていこうと思うんですけれども、原作こちら2話冒頭からとなっていて、やだ絶対認めないというね、こう高倉健という名前であることについて、モモがこう嫌がっているところでしたね。認めたくないとダナをこねるモモもそのままとなっていて、その間高倉健がどうなるのかっていうところで、呪いについても、こう後ろから見る姿、オカルンがタオババアの呪いでこう姿が変わるところだったりとか、この姿って実は結構見れないので、細かいけどアニメらしい表現となっていました。その後一物をしゃぶらせろの時に、ちゃんと田中真由美さんの声になっているのも良かったですね。タオババアの声になっています。ルールを決めようからのあんたの名前禁止ということで、呪いを制御するためにモモの精神を正常に保つまでということでルールを決めていきます。そしてここでオカルンの名称が初めてこうオカルンという名前が語られるんですけれども、 BGM がめちゃくちゃ良かったですね。ちょっとこうオカルト感というか、言葉にはしにくいけど不思議な感じ、この辺が出ていたかなと思います。加えてこれ場面カットも独特となっていて、これ今回最後に街が映されて、街がこう朝が明けていくという描写なんですけれども、この一連の流れをカットで独特に描きながら、歩きながらも画面が分割されていくっていうのも非常に面白いアニメーションとしての描き方だったかなと思います。それぞれの会話が独特な世界観を生み出す最初がかなりユニークに描かれていて、ここ本当アニメらしくて素晴らしいなと思いました。不本意ですよからのワイプの感じで出ていて、電車の場面が挿入されていて、街が動き出すという場面について、この時間の経過、街が朝を迎えているよという描写がめちゃくちゃ面白く描かれていました。そのままやっても全然いいのに、この描き方っていうのはテンポ感だったりとか世界観だったりとか、いろんなところが本当芸術的にできていたなと思いました。朝になるまでの流れっていうのが一連でこうダラダラ描くのではなく、あくまで世界観を残していた、そこが素晴らしいですね。であと街の作画本当綺麗でしたね。原作の作画もちろんいいのは当たり前なんですけれども、これについてこう劣るというか、美しさが存分に出ていたかなと思います。第1話の時はそこまで注目していなかったんですけど、この辺おそらく使い分けていると思って、朝の街の美しさを作画で見せて、オカルンのボロボロの姿がよりこう対比に描かれている、そんな雰囲気があったんですよね。素晴らしいです。でここで最強のオープニングがあって、オープニング後綾瀬家と行くんですけれども、メガネを拭くオカルンも描かれています。これね、アニメのオリジナルの細かいカットなんですが、これ実はこの後に繋がってくる意味が非常に含まれています。そして鳥居をくぐるシーンなんですけれども、原作では燃える演出だけでしたが、音とともに激しく引火するような演出っていうのはアニメでその迫力は抜群となっていました。で燃える音も含めて、ももにズームする演出だったりとか、そして川というか用水路みたいなところにこう沈下していくという形でした。で結界のお札を確認するんですけれども、今回お札の絵変わってましたよね。原作の方だと角材紙札というものだったんですけれども、これもともとこうコロナだったりとか、その辺が流行った時に疫病を退けるという目的のもとあったお札だったんですけれども、ここが今回ガラッと変わっていました。これ調べてみたんですけれども、ちょっとね、何の神様なのかちょっと分からなかったんですが、厄除けみたいなところにもしかしたらこう雰囲気を変えてきていたのかもしれません。こういう細かいところも変更されていたのも良かったですね。で再度こうもじゃもじゃ頭になってメガネを拭くんですけども、この描写を入れることによって、最初鳥居をくぐろうとした時にメガネを拭いた、こう陰を踏むような演出になっていたんですよね。ほんとこれ細かいけど、いいテンポ感だったりとか空気感がもう細かく見なくても伝わってくるようなアニメオリジナルの展開となっていました。そして鳥居をくぐるのも恐る恐る感がアニメで、よりその様子が強化されていて、おばちゃんパーマの笑うくだりも原作通りです。で綾瀬家をぐるっと見渡すのも、間取りもしっかりわかるし、これ原作でもどんどん登場してくるんですけれども、原作勢としては非常に嬉しいですね。で桃の部屋へと移るんですが、ピンクの豹柄だったんですね。豹柄っていうのは分かっていたんですけれども、で壁にポスターが貼っていて高倉健なんですけれども、これ原作では高倉
健という感じだったんですが、アニメではよりこう何の作品なのかっていうのが分かりましたね。これ高倉健さん主演の作品となっていて、日本人狂伝のおそらくポスターなんではないかなと思います。この辺もちょっとこだわりが見えるのも非常に良かったです。でここもモモが着替えるとき壁を向いていてという演出なんですけれども、鏡を終始使うことによってあくまでモモ視点となっていて、オカルンは映されているだけという感じの仕方になっていたのも非常に良かったです。そこからあそこ見せてよの下りから、オカルンが顔を隠す描写からの見せ方っていうのも、顔を隠してた指から隙間から見えていくっていう、こう細かい作画だったりとか描写っていうのも非常に空気感出ていて良かったですね。まあこのあたりも内容としては原作通りとなってくるんですけれども、チャンスを逃したくなかった、まあ友達ができるチャンス、これ前回過去編からまあ繋がってくる物語となっているんですけれども、必死にモモに話しかけたというオカルンのね心情が語られていきます。でモモは住む世界が違う危険なことに巻き込んだことを無視してもらっても構わないところで反論していくんですけれども、このあたりのカメラワークもすごい良かったですね。実際ここはオカルン立ちっぱなしなんですけれども、アニメの方ではオカルンがしゃがんでそこにカメラが映るとモモがすでにいるというね演出になっていて、普通にオカルトの話しようぜという流れとなっているんですけれども、このモモのね全然ハードルがないよっていうところだったりとか、親近感というところ全てにおいて非常にいいカメラワークになっていたかなと思います。で揉める二人もそのままとなっていて、そしてチャイムですね。これ金庫の音がもう不快なんですよね。こう不協和音的な感じになっていて、そのおかしさが十分に音ですくいにこの時点でわかります。これ原作だともちろん金庫という音だったんですけれども、この音を聞いた時点でなんかおかしいなって思う、この悪霊用のチャイムがちゃんと描かれています。そしてお札を剥がしたのが原因ということで、それを振り返る描写も挟まれていきます。戻そうとするも立ち込める暗雲、ここも結界の描写っていうのがバチバチとデジタルのようなものな形で形成されている壁となっていて、ここはもちろんこの後出てくる、まあ、フラットウッズモンスターにおいて、まあ、宇宙人という括りだからこそのデジタルな感じだったんではないかなと思います。原作ではここですぐにモモたちが蝕まれていて鼻血を出したりとかするんですけれども、ちゃんと先に鳥居に貼ることができないかっていうところを挿入してくれるのもちょっと構成が変わっていて良かったです。そしてあえて鼻血を流すだけではなくて、先にこうお札に滲む血を演出していて、こういうところも細かく描かれています。で黒い霧のせいで出血している、そこへ現れるのがフラッドウッズモンスターとなっていました。で先に会話があるんですが、アニメでは戦闘からのスタートとなっていて、強烈な一撃、割れる家の窓ガラス、この躍動感も凄まじかったですね。でここねフラッドウッズモンスターが言っていたのが、原作では正規と言っていたんですよね。それがバナナになっていました。これ宇宙人ということで、もちろん前回のセルフォ星人と同じで言い回しを変更していたのも非常に解釈一致というところでしたね。そしてオカルンがフラッドウッズの解説をするとき、ずっとこれ思考を踏んでいるんですよね。黒い霧を吐くとか、アニメらしい演出も回しに大量と書いていたりとか、この辺に関しても非常にこうこの後の展開において細かく描かれていました。で原作ではここですぐにオカルンと戦うと決意するんですけれども、先にこうターボババアの能力を見せて呪いが抑えても手はそのまま、これを見てオカルンが決意するというか判断する内容になっていて、ここもアニメによって非常に昇華していたかなと思います。なのでこれを戦う理由の前に見せて匂わせるというアニメならではの演出方法となっていたんですよね。そして体の呪いだけ解放して頭だけ抑える、この作戦に至る見せ方がアニメではうまく描かれていました。で実際にやってみるシーンのオカルンの目が赤くなる、これもこのフラッドウッズモンスターのところでは白黒だからこそアニメでは非常に映えている演出だったと思います。そしてオカルンのターボワの力を使った覚醒となんですけれども、いやほんとこれね花江夏樹さんの切り替わりは想像以上となっていて、鬱っぽさも出ているのが解釈一致となっていました。戦闘へ移るんですけれども、まあ、出ましたナエルゼですね。このあたりも原作凄まじいけど、アニメではよりこうグレードアップしているような、まあ結構引きを取らないという感じだったんではないかなと思います。しかしその反動で呪いの力の制御の重さも揉めながらも、モモが思いついたのは相撲というキーワードでしたね。手をつかせる、再度二人で共闘する流れとなるんですが、ここからの戦闘 BGM 皆さん素晴らしかったと思われた方も多いと思います。作画がもう圧倒的ですし、原作の作画が良すぎる上でアニメどうなるのかなという不安を一気に払拭してくれたこのシーンだったのではないかなと思います。ほんと原作そのままの展開で、モモの狙い通り鳥居の外へ出る作戦となっていきます。でお札を貼ることに成功し、ウッズモンスターを撃退に成功していくんですけれども、なんかいい感じの髪型、この感じがまあオカルンですよね。このイメージ結構強かったんで、最初出てきた時、あそういえばこんな感じだったなというちょっと懐かしさを感じます。そしてモモが倒れ、ターボババアの呪いが制御できないとこで原作通り同じ第2話が終わって、この後どうなるのかという感じです。まあ、エンディングは何回も見ても癒されるターボババアの話となってくるんですけども、以上が今回第2話となってきました。皆さんいかがだったでしょうか。いや本当にこれアニメ細かいところ見ていくと非常にこだわりを持って作られているなというのをよくわかるし、作画においてももう十分すぎるんではないかなと思いました。今後のエピソードを考えていくと非常に楽しみになってくるので、ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想等あればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。